黒羽根力きは、神奈川県横浜市港南区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。BC リーグの栃木ゴールデンブレーブスでバッテリーコーチを務めている。所属事務所はライズ。幼少期は、神大岡ハンターズ軟式少年野球部に所属。横浜市立神大岡小学校を卒業。日本大学藤沢高等学校時代には、保守として活躍した一方で、 高校通算本塁打は一本に終わるなど、打撃は非力であった。しかし、2005年の NPB 高校生ドラフト会議で、地元球団の横浜ベイスターズに3巡目で指名。契約金3000万円、年俸460万円という条件で入団した。入団当初の背番号は59。2006年、ルーキーイヤーはニ軍で26試合に出場し、打率。 171に終わる。1軍出場はなかった。2007年2軍で48試合に出場。打率224と前年よりも打撃は改善された。2年連続で1軍出場はなかった。2008年5月25日のオリックスバファローズ戦で6回裏にマイクウッドの代打としてプロ初出場を果たした。この年は2軍で活躍し、 フレッシュオールスターゲームにも選出された。2009年、1軍で10試合に出場。スタメンマスクも経験し、プロ初安打も記録した。2010年、1軍で17試合に出場。8月21日の広島東洋カープ戦において、プロ初打点を記録。この打点が決勝点となり、プロ入り初のヒーローインタビューも経験した。2011年、 開幕は2軍で迎えたが、8月11日に1軍登録され、西山田岳氏との併用でスタメンマスクを多く経験。最下位に沈むチーム状況の中、45試合に出場し、9月17日の東京ヤクルトスワローズ戦では、プロ初本塁打も記録した。しかし打率は、175と低く、細山田の打率、208よりも下回った。 2012年、一軍開幕戦で自身初のスタメンマスクを被るなど、序盤は、スタメンの機会が多かった。しかし、6月頃からは、ベテラン保守の鶴岡一世に、正保守の座を奪われた。さらに、保守の高木俊人が、高卒流きいながら一軍に定着した8月以降は、おおむね二軍でのプレイを余儀なくされ、最終的には61試合の出場にとどまった。この年は、 前年に記録した低打率をさらに下回る打率。125を記録してしまった。これはこの年の DNA 投手陣の打率。110とあまり変わらない極度の低打率であった。2013年、開幕を2軍で迎えたが、高木と入れ替わる格好で、シーズン後半に1軍へ昇格。鶴岡との併用で、スタメンマスクを任される機会が増え30試合に出場。 打撃でも打率267日本類打を記録するなど改善の兆しが見られた。11月20日に背番号を9へ変更した。2014年2年ぶりに開幕戦でスタメンマスクをかぶった。鶴岡一世が人的保障で移籍したこともあり性保守となった。打率はお3割を超えるなど好調を保っていたが4月11日の 対東京ヤクルトスワローズ戦の9回裏に支球を受け途中交代。右手親指抹節骨の骨折と判明し、翌12日に一軍登録を抹消された。骨折から復帰後は一時調子を落としたものの、その後はほぼシーズンを通してレギュラーを確保し、自己最多の109試合に出場。最終的な成績は264日本塁だ。 24打点という成績だった。しかし打率に対し、得点圏打率では、225、三振も、打席374に対し78など、来期に向けて、課題も残した。2015年、打撃不振に陥り、高城や2年目のミネ広島れに、スタメンマスクを譲る機会が多くなり、63試合の出場にとどまった。 三振率も前年以上に悪化した。2016年、公式戦の開幕を一軍で迎えたが、一軍の保守陣が高木と新人の戸柱春高による併用体制へ移行した影響などで、実際には7年ぶりに一軍公式戦への出場機会がなかった。シーズン終了後の11月18日に、第2子を授かったものの、10日後の11月28日に、 望んだ契約交渉では、推定年俸2000万円で契約を公開。公開直後の記者会見では、家族も増えたので、一層の責任感を持ってやらなければいけない。死ぬ気でやるとの決意を述べた。2017年、イースタンリーグ公式戦では、開幕から好調保守として、西森正史と併用されながらも、32試合に出場すると、打率27、275、 日本類が12打点という成績を残した。しかし、一軍の保守陣が戸柱、高木、ミネイで固定されていた影響で、一軍公式戦への出場を果たせなかった。2017年7月6日に、北海道日本ハムファイターズへ移籍することが発表された。この年に日本ハムへ入団したばかりのエドウィン・エスコバートの交換トレードによる移籍で、 背番号は42。NPB の球団に所属する外国人選手が1年目のシーズン中に交換トレードで NPB の他球団へ移籍するのは史上初の事例であった。このような異例のトレードがシーズン中に成立した背景には保守に故障者が相次いでいる日本ハム側の事情に好調でありながら一軍公式戦への出場機会に恵まれない黒羽 エスコバーに活躍の場を与えるという双方の目的が重なったことが挙げられる。移籍後は7月18日に自身2シーズンぶりの出場選手登録を果たすと翌7月19日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦8回裏に大田康氏姫世の代走としてパシフィックリーグの公式戦へ初出場。続く西川春樹の2点本塁打で移籍後初の得点を 記録すると、9回をもってから試合終了まで、保守の守備についた。さらに、7月20日の同カードでは、パリーグの公式戦としては、初めてのスタメンマスクを任されている。このシーズンは19試合に出場し、うち10試合で、先発出場を果たした2018年以降はチームに、復帰したベテランの鶴岡信也や巨人からトレードで、移籍してきた、宇佐美慎吾の台頭もあって、 出場機会が激減。2試合の出場に止まった。2019年は4試合の出場に止まった。2020年は DNA 時代の2016年以来4年ぶりにし、軍出場なしに終わり、11月5日に戦力外通告を受けた。現役続行を希望し、12月7日に12球団合同トライアウトに参加するも、シートバッティング形式の対戦で4ダスウムアンダに、 終わった12月14日、一部メディアで、現役引退の意向と今後について報じられたのを受け、自身のインスタグラムにて、現役引退を表明した。2021年1月15日、ベースボールチャレンジリーグの栃木ゴールデンブレーブスに、バッテリーコーチとして入団することが発表された。打撃フォーム強気なリードとチーム屈指の強権を売りと、する一方で、打撃を課題としている。 愛称は、バネ、バネさん。神大岡小学校出身で、神大岡ハンターズに所属していた。小学校6年生の時に、地元港南区で開催された、三浦大介のトークショーで、三浦に直接花束を渡し、この時に、将来はプロでバッテリーを組みたいと約束した。2011年8月14日の一軍公式戦で三浦とのバッテリーが実現し、7回に、 三王に編んだ無失点という内容で約束を果たした。また、2006年に開催された三浦と村田周一によるトークショーに三浦に電話で呼び出され、飛び入り参加している。日大藤沢高校時代の監督の山本秀明は、人 OB でもある中日ドラゴンズの山本正の実定である。一年目のオーに山本正、ヤクルトスワローズの立山昌平と三人で母校で、 自主トレも言った。同僚だった杉原洋の紹介で知り合った女性と2012年1月に結婚した。ありがとうございます。